はい、ではね、今度はね、こっちの機体のね調整の仕方になるんですけど、まあ、どれもね、あの機体、設定の基本設定は大体同じなんでね、うん、ただこのテールモーター式とね、リンケージ式でね、結構その辺がちょっと変わるかな、うん、とちょっと虫が手に乗っかってきたんですけど、リンケージ式だとね、この辺のねニュートラル出しっていうのがね、必要になってきます。これはもうねモーターなんでね、ニュートラル出しはありませんのでね、その分楽ですね、やっぱしモーターは。で、あとはその基本設定ですね。その基本設定なんですけど、肝心なのですね、サーボ90度出しですね。要はここが90度、サーボ本がね90度ですね。それがすべてですね。すべてのサーボが90度。後ろ度ちょっと見にくいな。お堅いかな。そうするとね、ここは90度になるとね、このスワッシュもね90度になります。で、そうなるとね、ここも90度なんですよ。90度ね。要は水平ですね。そうするとメインローターもね90度っていうね、90度っていうかまあ、うん、ゼロピッチになりますね。はい。これはまず基本設定になります。まあこれはどの機体もね、これが同じなんで。これがもしずってたらね、多分設定が多分しにくいというか、ちょっと変になると思うんですよね。もうこれはもう昔からこんな感じですね。ただF3C の場合はね、若干ちょっとこの辺がね、違うみたいなんでね。なので 3D と F3C は、まあ、同じ機体ではちょっと、うん、飛ばしづらいっていうふうにね、聞きます。なぜかというとね、基本この90度、ここまで一緒なんですよ、90度ね。ただこの時にね、F3C はね、ここがもうホバリングピッチになってないとね、ここの、要はここの、これかな、これのね、要はサーボのね、ここから中心から若干上と下でね、やっぱし操作感覚がちょっとずれるみたいな感じでね、なってるみたいなんでね。だからもし、まあ、ピッチ、まあ、ゼロピッチで設定すると、これがね、ここ、ちょっと上になりますよね。この状態で、ピッチが 5.5 度とかなってると、要はここでホバリングしますよね。そうすると下げるときとこの下げる具合とね、上げる具合がね、もうここから、ここからね、この距離の操作ピッチ操作になると思うんですけどね。まあ、しかもそれにね、エルロンが入ってくるんでね、そうすると多分 F3C 的にはやりにくいと思うんですよね。なので F3C の場合は多分ね、多分というかまあ昔聞いた話なんですけどね、もう90度出しの時にね、ホバリングピッチ、そういう風にね、設定しているんで、なのでこれをね、今度もしここ 5.5 度入ってたらね、3D する方はね、今度それがここ、マイナス、要はここが下げた状態でね、ゼロピッチになるんでね、さらにそれからまたマイナス使わないといけないんで、もうこれでさらにエルロンとか打とうと思ったらね、もうどうしようもなくなるんでね。なので、3D 派と F3C はね、本当基本設定が全然違いますんでね。はい。まあ、両方やりたいっていう方も、まあ、いると思うんですけどね。まあ、その場合はね、まあ、F3C の方の設定ちょっと妥協して、3D で組んだ方がいいかなとは思います。はい。まあ、これが基本のね、設定なんでね。なので、もう、このタイプはもう、ここ、リンケージにね、ピッチ調整っていうか、できないんでね。もう、さらにもう、ここもどうしようもないという、すごいよね。ある意味、その、設定しなくてもちゃんと、飛ぶというのがあるからね。これがね、大型機になるとね、ほんとリンケージになるんでね、もうこの長さは自分でね、調整しないといけなくなりますんでね。で、本当のはこれトラッキング調整、ずれるはずなんですけど、案外小型機ってこうずれないんで、不思議に思いますね。で、今どんどんね、このサイズ、ダイレクトモーターが出てきてますね、いろいろと。
もうあの FW200 とか、まあこのこれだけでも結構ね、180でも、M2 とほぼ、まあ、作り同じなんですけどね。と、いうことで、まあ一応ね、この、基本設定ですね。まあ、これであのピッチがね、0度で、まあ要するに、もうちょっと、まだ時間があるか。要は、あの、まあ、まずあの、こうピッチカーブとか設定する前ですよね。要するにこんな形、ディフォルト。これでね、スロットルがね、センターの時にね、この時にね、あの、ゼロピッチを調整します。まあ、この手は、まあ、この手も、まあ、サーボのニュートラル出しはしないといけないんでね、基本的には、ここで、ゼロピッチの設定ですね。で、最大ピッチ、と最小ピッチが必要になりますんで、大体どうだろう。10度あればね、大体の 3D はできますんで、まあ、あとは説明書、各説明書によってね、あの、12度とかもね、ありますんでね、まあ、その辺は、まあ、説明書に、まあ、従った方がいいと思います。で、まあ、あの、大型機とかもね、大型機はね、やっぱし、あの、プロペラっていうか、まあ、ペラのね、ピッチ巻きとかあるんで、まあ、ピッチはね、だいたい10度、フルでだいたい10度とかね、12度。まあ、どうだろう、昔、一昔前はね、10度ぐらいしか取れなかったんですけどね、ちょっと、それ以上はもう、あの、エンジンでもね、まあ、負けたり、してたんでね、基本自分はあの、10度までにしてました。ただ今の最近のちょっとモーター強いんでね、12度、だいたい12度ぐらい上下12度、下12度設定してます。あとはね、あの、調整、ピッチ調整、ピッチカーブ調整で、まあノーマルがね、だいたい下が、あの、マイナス6とかしてます。まあマイナス3とかね、0っていう人もいるんですけど、多分ね、まあホバリング、あの、目の高さぐらいまでのホバリングであれば、あの、一番下ね、ゼロでもいいと思うんですけど、それ以上ね、上げたり、風が強い日とかだとね、あの、ゼロじゃ降りてこないんでね、逆に上がっていて怖い思いしますんで、まあ、なるべく、まあ、マイナス3度は最低欲しいかなと思います。まあ、実際ここまで降ろすとね、スロットル死んでしまうんで、もうここでマイナス3度だとね、基本、最低でもこのぐらいまで、一目盛りちょっと、ぐらいまでね、下ろさないと降りてこないと思うんで、ここが多分ゼロピッチぐらいになると思うんですよね。そうなるとやっぱし、もうほぼローター回転数がもうギリギリやばいなっていう具合になるんでね。自分としてはマイナス6度設定の、まあ下ろすときは、こう、センターからね、ホバリング位置から若干下ろすぐらいで降りてくるような形。なので、この辺がね、多分、どのぐらいだろうな。まあ、マイナス3度とか、そんな感じだと思います。はい、で、フルピッチはね、もうホバリング、あの、12度とかいらないんでね、まあ、10度ぐらいで設定しておきます。で、ホバリングは大体ね、昔は 5.5 が基準でしたんですけど、最近ね、バーレスになって、あの、回転数が高くてね、ピッチが低いというね、ちょっと昔のあれがね、ちょっと使えないんでね、大体、確か、ホバリングで、まあ、ものによってはね、ほんと 5度かぐらいでもね、ちょうどいい時あるんですけど、中にはね、あの、3度ぐらいでちょうどいいっていう時もあるんでね、その辺がね、微妙です。で、もうあとはね、あの、もうそれがホバリングの、まあ、調整になりますけどね。あとはそのアイドルアップ上空飛行ですね。まあ、上空飛行、まあ、アイドルアップ1、2、3まであるんですけどね。それが、あの、まあ、昔で言うと、まあ、全部する方は、まあ、ノーマルで、まあ、ホバリング制演技ですね。で、アイドルアップ1で、あの、縦演技、ループとか、ですかね。ループですね。あとなんかあるかな。して、まあ、アイドアップに、これは横演技になるんでね、ロール系になります。あの、
うん、普通にロールですね。まあ、9番8もだいぶあの真ん中でねひねるんでロールが入るんでね、だいたい自分2でしてますしね。あの2に するとね、あのピッチカーブもねセンターでゼロピッチにしないとね、こう背面になって、まあ、9番8のことですけどね、背面になって、まあ、センター斜め45度角で背面に置いてくるんでね、その時に、まあ、若干マイナスでは浮かすですけどね、ライン合わせでね、でそこでエルロンフルに打ってまたマイナスで起こしてあげて、でまたプラスでこうなるんですけどね、なのでまあセンターでゼロピッチっていう形になって、まあ、これがロール横演技で、まあ 3D はもうこっちでもう自由ですね、フリー演技になりますね。はい、またはディフォルトでね、あもう時間だ、あまあディフォルトでねいろいろと あるんですけどね、まあそれはまあまあ自動なんで多分いじらない限り大丈夫ですよ。はい、ということで、11分になりましたんでね、以上になります。